ルビーの指輪です。はい、サビから聞いていただきましたが、まあ、サビという概念って難しいですけど、僕はここがサビだと思っていて、なかなか難しい曲構成でね、 ABAB っていう感じなんで、それも魅力的な楽曲だと思いますが、まあ、ここでメッセージを読みたいと思います。私が真っ先に思い浮かべたイントロは寺脇さんのルビーの指輪、もうこれしかない、タタラララタタこれ僕知ってるんだけど、ちょっとそれ言っちゃうとね面白くないと思うんで、もうそこの部分がたまらないです。その後低音で、歌が始まるところの入りがたまらないです。相島さんもコンサートでかなり低音で歌われましたよね。その時のイントロはちょっと違ったような気がします。そうですね、僕はそのイントロ採用その時はしなかったんですが、その時はジャズバージョンでお届けしたので、アレンジを結構変えたんですよね。ということで皆様、ちゃんと頭の中にイントロ流れてきてますでしょうか。それでは改めて最初からイントロからじっくり聞いてみましょう。